福岡昭和タクシー株式会社は、福岡県福岡市中央区に本社を置く昭和グループのタクシーバス事業者である。福岡市内を中心にタクシーハイヤーを運営している。福岡市中心部については、1980年代後期に本社併設の福岡営業所を廃止する東タクシーの営業を縮小して、中型車及びジャンボタクシー車両による ハイヤー形態での営業を主体とし、小型車によるタクシー営業は、今宿、前原両営業所のある、福岡市西区、今宿地区、前原市方面を主体としていた。その後、タクシー事業の規制緩和により、2006年頃から、トヨタプリウスを主体に増車を行い、再び、福岡市中心部でも、流しを含むタクシー営業を拡大している。当初プリウスについては、 中型運賃が適用されていたが、2009年7月24日以降は、小型運賃適用とし、利用促進を図っている。2005年2月から、タクシー無線のデジタル化を行い、GPS を用いた車両位置表示システムも導入している。福岡市、今宿地区でのタクシー事業からは撤退し、糸島市の福岡西部事業部は2015年4月1日に、 昭和自動車に移管された。貸切車者前原市ミニバスの車両中型小型貸切バスを保有している。他に糸島市から糸島市コミュニティバスを自宅運行していたが担当していた福岡西部事業部が昭和自動車に移管されたため昭和自動車による運行となり撤退した。前身である前原市ミニバスの運行開始当初から親会社である 昭和自動車と共に自宅し、当時はトヨタハイエースのジャンボタクシー車両のみの乗り合いタクシーであった。糸としまし、コミュニティバスではマイクロバスも使用していた。ありがとうございます。